太陽国動物園機構、タイ語、タイ語略、英語、ザズーロジカルパークオーガニゼーションアンダーザロイヤル、パトラニッチオブヒズマジェスティーザキングは、太陽国の動物園に関わる事業を行う、大天然資源、環境省監督課の校舎の一つ。タイ国王の庇護、女性を受けている団体の一つでもある。1954年2月15日に設置。動物園機構、 大国政府動物園機構などとも記述される。太陽国動物園機構は、大国王の庇護下にある公共機関、天然資源環境省の監督下にある校舎でもある。動物の管理、国民の教育、動物の保護と繁殖、国民の余暇施設として動物園経営を行う。また、様々な動物園とのネットワーク形成も目的としている。現在、 管理下にある動物園は、ドゥシット動物園、カオキアウ解放動物園、チェンマイ動物園、ナコーンラーチャシーマー動物園、ソンクラー動物園。1938年、バンコクと管理の下で、ドゥシット動物園が開園。1954年2月15日、布告により、首相府に直轄機関として、大国立動物園機構を創設。 1963年11月15日、ラーマ9世が、タイ国立動物園機構を日後下に置き、タイ王国動物園機構と改名。現在、天然資源、環境省の監督下にある校舎である。バンコクドゥシットクスワンチュットラダーチクラーマ5世通り71ドゥシット動物園の熊のゾウドゥシット動物園は、タイで一番初めに創設された、動物園と公園である。 アナンタサマーコム宮殿、スワパー広場に近接。もともと、ラーマ5世の王室庭園、土で、丘が築き、木が植え、カオリンワナーと命名した。現在なお、別称として、カオリンワナー動物園と呼ばれる。現在、国内外の動物1600頭が飼育され、ネオ平均250万人が来場する。カオキア開放動物園は、チョンブリー県にある大型公共動物園。 動物園機構によって創設された。動物園機関委員会の報告によると、そのの敷地面積は狭く、数多くの動物が過密に飼育されすぎている。また、繁殖成果は、かんばしくないとされ、カオキアウ、カオチョムプー保全リンクに敷地を拡張することが提案されている。さらに、この動物園は、タイで初、東南アジアで唯一、 世界動物園水族環境会に加盟している。チェンマイ動物園は、チェンマイ県同一テープへ向かう登山口にある。アメリカ人宣教師、ハロルド・マイソン・ヤングによって創設。1977年6月16日、動物園機構に加えられた。多くの動物を飼育しているが、特に中国から送られたパンダのチュワンチュワンと、リンフイが人気。動物園は、 ワットグーディンカーウというフルデラートにある。ナコンラーチャシーマー動物園もしくはコーラート動物園はタイ東北部で最も大きいサファリ型動物園である。様々な珍しい動物を飼育いる。園内はサバンナ草原のように整備してあり、アフリカの動物を紹介できるようになっている。ソンクラー動物園は山とソンクラー湖に囲まれており、展望台からは ソンクラー市のティンスーラーの恩ンバシや台湾の眺めが良い、希少な動物種の保全を行っている。ソンクラー動物園の見どころは、マズアリヒズメ動物展示園であり、鹿、ホエジカ、野牛を紹介している。さらに、トラセンターがあり、ベンガルトラ、インドシナトラ、ジャガー、ヒョウ、ウンピョウなど希少なトラの仲間を紹介している。ありがとうございます。